厨房では女将の島津美恵子さんが仕込みをしていました。この機械にあげるわけですよね。よいしょ。御年91歳の島津さんが仕込んでいたのは、1958年に創業して以来、66年もの間店の看板メニューとなっているジンギスカンです。この機械も60年も使っているから、こういうことになっているんさね。忙しい時は、はい、肉を何枚ぐらい切りますか？そうね、まあ30キロぐらい切るかな。無我夢中ですわ。定休日はなく、早い時は朝5時に仕込みを開始するといいます。この手作りの、スイッチしたいから。昔はいらねがた、今腰曲がったばスイッチしたいから。大のやんがらねは。